寒さ続く。今スタートが切られました。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはアイネス封じ。11番15番期待通りの結果を出せるか。1番人気エアグルーヴ、アイネス封じ快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはアイネス封じ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは11番2コーナー回って向こう正面、先頭はアイネス封じ単身で飛ばしていきます。さあ先頭に立ったのは11番激しい先頭争い、少し離れて15番、さらにその内からは1番マヤのトップが続いている。外13番、そしてその内から行ったのは当然上だ。外排気シャトルエアグルー続いている。少し後ろから東海帝王丹波審査14番、後ろウイニングチケット、そしてその外から行ったのは8番、外18番成田大使並びかけてきた17番、外から行く、その内並んで16番、2番最高峰意気揚々と先頭を行きます。アイネス封じどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。大欅を越え4コーナーへ。先頭は見合ったまま。これは直線勝負になるか。エアグルーヴまだ抑えたままだ。まだ徹底し合っているのか。互いに探り合うままレースが進みます。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。じりじり詰める待機シャトル。さあここから先頭を疑うのは待機シャトル。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはアイネス封じ。4着を切りました。並んでくる東海帝王、東海帝王ここで上がってくる東海帝王、見事な5号抜きを見せる。前は2人がしのぎを削る。残り2着アイネス封じ。苦しいけど粘っている先頭アイネス封じ。しかしその差はわずか。東海帝王ここで抜け出した東海帝王とウイニングチケットもつれるようにゴールイン。東海帝王URA ファイナルズ予選を制しました。2着ウイニングチケット、3着当選冗談。